そう、今さの練習上手。いいよ、またあれ見せて、あれを最後だから、あれ見せて、最後だから見ましょうか、うん、どうせ1分30秒ぐらいだし。あー、なるほど、上はダメージ小で下が、下が下手か上がつくんだ。ごめん、知らなかった、ありがとうございます、はいはいはい、ありがとうございます。下は上はダメージ小、そうだよね、天気はなんとか持ちこたえ、そうかそうか、発表です。天気持ってくれるといいですね。もう結構気分で選んで、気分で選んでた、それあれは集中力結局取れなんだ。でもよかったよかった、うん、誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先頭争いが入り、シャトル、ニコロブルー、西野ブラー、期待通りの結果を出せ。そっかそっか、キャワマイルミチャイシャ、それは知らなかったの、ありがとうございます。あの怪我の選択は待機シャトル、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはニコロブルー、1番審査13番、そしてその外18番、いいじゃない、いっちゃ、いいじゃない、今の逃げ直線いいよ。逃げってあの CPU 相手には安定するけど、対人戦全く安定しないっていうイメージが強いんですよ。逃げコーナーいいよ。なんか自分の中で結構会心の作りができたかな、スキルコースがバッチリかなって感じの逃げの馬ができてもさ、うん、なんかすげえ沈むことあるんです、対人で。あるね、1着か10着かみたいな。これも余裕でしょ。ああ余裕ですね、この辺でスキル発動して、いいスキル発動して、発動しない発動しない発動しない、うん、いやでもいっぱい残してるから、あとあの内枠外枠もあるでしょうね、対人だと、うん、ちょっと何もスキル発動しなかったんだけど、最後の直線ゴール直前で末脚が来たまあまあいけた、いけた、ね、まあまあまあ、うん、じゃあ見てください。いいじゃない、かわいい、いいじゃない、たぬき顔が好きなのかな俺。まあ感想はできました、はい。あ、ちなみにこれ馬はライブは最後にまぐみましょう。最後のレース、あの我々のタイムアタック終わってからまとめて、はい、とりあえず一安心、はい、一安心です。これプレッシャーをかけて、申し訳ない、毎回見ると大変なんで。いやでもこれね、緊張しますね、これ見てて思ったけど、これ緊張するな。次はファクト君よ。いやこれ緊張するな、これはもうね、ファクト君、もうファクト君がプレイするの、僕と教師がやんやん言いながら見てる、やんやん言いながら、うん、無責任の立場で見てられるから、うん、スキル